今回は1月10日のアプデで効果時間が伸びたアンコモンコレツを紹介していくよ。計略解説は地上2話ターン終了後。この辺りで計略紹介。コレツの計略、無人の心いわしき6の号令。1.5 コス以下の真の味方の武力プラス7、自身含む2コス以上は武力プラス4の。高い武力上昇値が持ち味の号令。効果時間が 7.1 から 7.5 カウントになったよ。英傑対戦で見た計略を持つ鶴見中尉は、自身の素武力が大きな欠点の一方。このコレツは2コス5分の8と、号令持ちでは、破格のスペックで号令までの、立ち回りがしやすいのも、評価点で、数値ゆえに、裏の手としても採用できる一枚。仕方なし。老人が横槍を入れようか。同じ式6で近い性質の異想化したローと比較しても、あっちが武力プラス6やから。英傑の自身より弱い味方を強化する系の号令たちも、驚きの強さがあると思うよ。こんな感じで 1.5 コス以下を対象にする分最大値は低めやけど、高い上昇値で全員が戦える武力に慣れて記録連れて取る戦い方に抜いとるよ。 1.5 コス武力6がおれば各種目覚め系につなげるのもええところやね。受け入れます。無人の心得の強さをお見せできたところでおすすめ構築例紹介コーナー。同じく今回情報修正されて使い勝手が良くなった気力自在との組み合わせ。コレツのスペック採用できる長所を生かした別計略を軸にした騎馬隊編成。そして今週はスタンダードなマッスル型も2歳6やから、うまい汁吸いたい人は今のうちやで。意義を正せ。
進む時です。無人の心得、お前らに教えてやる。みんなを守るのがあんたたちの仕事でしょ。今こそ遠家の力を遠家に示す時だ。ありません。ぶっ飛ばせ。行くぞ。陣を引き撤退せよ。面白い。受け入れます。空からついてきな、顔料。かくまってきてんだろ。陣を引き撤退せよ。無人の心得、お前らに教えてやる。そこです。というわけで、情報修正で欠点やった効果時間が改善されたコレツの紹介でした。やっぱり三国志大戦は肌にあって楽しいし、どう出した甲斐があったと感じたよ。ここまでのご視聴ありがとうございました。